はい、えー、このライブ放送はですね岡山のそっか塾生さんで山根さんっていう方がいらっしゃいますこの方の日々の動画発信の中で「父ちゃんごめんな」というねこれタイトル見ただけで私はね胸が熱くなって涙が出てきて今もまたね泣けてきましたあの急に泣けてきましたね <laughs> なんかねでやっぱ動画見ちゃうんですよ山根さんの動画ね独特の味がありますんで本当にねいやーこれわかるな山根さんの気持ちわかるな っていう感じででで私コメント書かかずにいられなかったですねでそれに答えたのがはるか離れた1万 k m ターマイアミさんがフロリダ州マイアミからねアンサー動画を私のところに届けてくださいましたやっぱりマイアミさんも感じますよねミスターマイアミさんはお父さんを数年前に亡くされていてやっぱり時間とかね命の大切さっていうのは深く感じていると思うんですよいや私もねそう思いますね とということなんで今回はこのライブ放送そして YouTube 動画ですね Mr. まゆみさんと岡山の山根さんの架け橋の間にちょこんとね私が登場させていただくという形で、えー、放送させていただいておりますで私のね人生観とかそれからファミリー観っていうのもここにまさに重なるんですよ人はいつかいなくなるんですよね急にいなくなることもあれば徐々に衰えて昔できたはずの自分ができなくなるそしてそれを見なければならない家族 介護っていうのに向か向き合ってみると本当にそこがねあのもどかしいところなんですよね特に山根さんとかね男の子が40代50代になって年老いた父親を見るっていうのはなんかねその本当に切ないんですよあれほど厳しくて強くてたくましくて怖かった親父があれいつの間にかこんなにちっちゃくなってるなと最近親父俺に怒なってねえなとかね喧嘩できてないなゴブゴブで 精一杯力強く俺も向かっていったはずなのに全然かなわなかった親父が今はなんかちっちゃくなってねで親父がなんか言うことを「あなんか俺生意気にも子供をあやすようになんかあんな駄目だよ」とか言っちゃったなとか何か他に言い方なかったんじゃないかなとかね思っちゃうんですよねで私もね介護士を13年ほどやっていまして、えー、やっぱりこう高齢者介護に寄り添う時にお年寄りの方って2つの寂しさを持ってるんですよ 2、うん、つの寂しさを私は感じたんですよ一つはですね自分に寄りつかなくなった息子たちのことなんですよね親父を頼りにしていた子供たちが確かにね親のすねをかじらずに自分の力で生きていくそれは頼もしいことなんですけども困った時に何で俺んとこ来てくれるのやって寂しさがあるんですよね確かに猛獄して猛獄って表現悪いですけども7080になってね頼りないかもしれないでもそれでもね自分にとっては息子娘っていうのは ちちっちゃい頃3歳5歳の時に首にじゃれついてきてねお父さんお母さんっていう風に懐いてきた子供のままなんですよねだから今でもこんなにね年を取っても頼られたいとでも子供は来てもくれない電話をかければめんどくさそうだと確かに自分の家庭や仕事で忙しいんだろうとお払い箱の親なんかにかまってらんないんだろうなっていう寂しさが一つあるんですよねでもう一つはですね自分の姿なんですよ鏡を見た時にあれ こんなにシワだらけだったっけなおかしいなとまだ若いもんには負けんどうみたいな気持ちだったけど誰なんだこの老人はって気づくんですよそして普通に歩くつもりでも妙に時間がかかって腰が痛むんですよまあ、すぐ治るかなと思った腰の痛みがもう20年なんですよねそして怪我がなかなか治りにくかったり妙に疲れやすかったりそういえばもうずいぶん長い間自分の足で長いこと歩いてないなとか走ってないなとか感じるんですよ あれ、俺がおじいちゃんになっちゃったのかなあれこれできなくなっちゃったな悔しいなでも人前ではあれができるこれができるっていう風に思わせてやりたいだからこそあれやらせてくれこれやらせてくれって言うんですよねでも家族はなぜかね自分のことを止めると確かに俺が動き出したら危ないよってことなのかなと思うけどもでも今日やらなかったってことは今日を止められるってことは一生やるなってことなんだろうなと 思っちゃうそんな寂しさがあるそうなんですよいやーこれをね私ね前提にあの山根さんの動画とか三井真弓さんのね話を聞くといやもう泣けてきますねもちろんね、あのー、これ当たり前のことなんですよ年を取ったあの自分の親父に対して起きる感情とかできないことをできないんだよっていうふうに言ってあげないといけない瞬間っていうのは家族じゃなくてできないですからねそういうことはそれは分かるんですけどなんか他に言い方なかったのかなとかね なななんかかかったのかなというふうに思うわけですよでまあ私もこれからそういう時代に入ってくると思いますあのたくましくてね何度も原稿でぶん殴られて一回も立てついてもかなわなかったね親父が年老いてね今度は私の体をすがって頼りにする時が来るんだろうなその時に男として衰えたことを認めないといけないねその寂しさ その寂しさに立ち向かっていく親父の力強さってものをどれぐらい感じられるかなそしてそこにねどれほど寄り添えるかなっていうことをね思うんですよねはい、えー、今回はねもっとこれ以上話すとねまた私もね取り留めなくなっちゃいますんでちょっとこの辺にさせてくださいえっ、ー、とほとんどの方にはちょっとつまんない内容だったかもしれませんねすいませんえー、今回はねミスターまゆみさんとそれからあの 岡山の山根さんに向けたメッセージになると思いますはいえでは今日もね5時56分になりましたあ高田さん下川さん本当に今日も頑張っていきましょうそれでは失礼します